四方津駅は山梨県上野原市四方津にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は JC28。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを持つ地上駅。木造駅舎を有する。ホームがかさ上げされていないので乗り、降車の際に段差が生じる。駅舎とホーム及びホーム間の移動は 古戦橋を利用する、大月駅管理の業務委託駅、自動券売機、簡易水下改札機が設置されている。かつては、緑の窓口が併設されていたが、2009年5月31日で営業を終了した。JR 中央線は、2020年代前半をめどに、東京、大月駅間のオレンジ帯で運行する列車に2階建てグリーン車を2両。 連結させ12両編成運転を行う。そのためあたり駅ホームの12両編成対応の改築工事などが実施される。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1114人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。四方津駅とその周辺。上は小足津、小藁四小藁四つへ伸びる車エレベーターもり停留所は、 駅ロータリー及び駅前を走る国道20号線上にある四方津駅となる富士急バスによって以下の路線が運行されている。ありがとうございます。